アイテム番号 SCP-585JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-585JP はサイト8107-9の提供異物品保管ロッカーにて保管されています。レベル1以上のクリアランスを持つ職員なら誰でもサイト管理者に使用申請書を提出することで SCP-585JP を使用することができます。事件 SCP-585JP、A を受け、変更されました。現在、SCP-585JP はサイト8105の倉庫 E に保管されています。SCP-585JP を用いた実験はレベル3以上の職員の承認、及び監督を受けた上で、SCP-585JP を使用し、何らかの測定を行った職員及び D クラス職員には実験終了後、速やかに D クラス記憶処理を適用してください。説明 SCP-585JP は、社によって2000年から2010年の間に製造、及び販売されたアルミニウム製の一般的な定規です。異常性を持つオブジェクトは SCP-585JP のみで、同種類の他商品に異常な性質は発見されませんでした。SCP-585JP は2010年、茨城県、市内の、小学校で発見されました。SCP-585JP の所有者は当時小学年生の少年で、所持している定規が伸縮可能だと小学校内で噂となりました。その噂を聞きつけたエージェントがオブジェクトの形状変化を確認した後、押収されました。押収後、少年と親族、小学校関係者に記憶処理を実施し、同品の定規を財団から少年に提供しました。SCP-585JP は通常、非活性状態で、アルミニウム製の 30cm 定規と何ら違いは見られません。SCP-585JP の異常な特性は、人間が SCP-585JP を使用し、何らかの測定を行った際に現れます。SCP-585JP は測定に使用された際、その人物が測定しようとしていた事象に合わせて、その事象を測定することに非常に適した形状に変化します。それは本来定規では測定不能の事象に関しても適用されます。事象の中には現実には存在しない概念も含まれており、SCP-585JP はその概念の結果を目視可能な形状に変化することによって、間接的に示します。詳しくは実験記録 SCP-585JP-1 を参照してください。なお、SCP-585JP はあらゆる破壊行動に対し耐性を持っており、表面のサンプルの採取は不可能です。SCP-585JP の使用者は、SCP-585JP を用いて測定した事物に対して強い執着を見せるようになります。この現象は日常生活を行う分には支障はなく、A クラス記憶処理を施すことによって回復可能です。詳しくはインタビューログ SCP-585JP-A を参照してください。実験記録 585JP-1、日付200。対象机の上に置かれているコップ内の水。実施方法コップ内の水の体積の長さを測定するよう B2610 に指示。結果 SCP-585JP に異常は見られなかった。分析計測方法が不適当な場合、SCP-585JP は異常性を示さないことが判明した。実験記録 585JP2、日付200。対象机の上に置かれているコップ内の水。実施方法コップ内の水の体積の大きさを測定するよう B2610に指示。結果 SCP-585JP は形状を一般的に市販されているサイズより大きい計量カップに変化させ、B2789 がコップ内の水を SCP-585JP に移動することにより測定が完了した。測定結果はコップ内に入れた水の体積と一致した。分析測定方法が適当であれば、その測定に適した形状に変化するようだ。実験記録 585JP-3、日付200。対象机の上に置かれているコップ内の砂糖水。実施方法コップ内の20度の方は砂糖水約 300g に溶解している砂糖の量を測定するよう B2610に指示。結果 SCP-585JP はいくつかの正六面体に形状を変化させた。その重さを測定すると、203.9g を示した。分析 SCP-585JP は物理的に計測不可能な要求をすると、直接的な回答ではないながらも形状を変化させ、目視できる結果として表示するようだ。実験記録 585JP-4、日付201。対象、
死、という概念。実施方法、死、という概念を測定するよう D2712 指示。結果 SCP-585JP は、削除済み、に近い形状に変化した。D2710 は形状を変化させた SCP-585JP を目視した瞬間、泡を吹いて気絶した。その後、SCP-585JP は定規の形状へと戻った。追記 D2710 は以前、削除済み、によって致命的な負傷を負っている。分析 SCP-585JP が間接的に死を表すことは予想ができたが、SCP-585JP は使用者の記憶を読み取っている可能性があることがこの結果から判明した。実験記録 585JP、5、日付201。対象 SCP-JP に被爆した D クラス職員。実施方法 SCP-585JP を用いて D クラス職員の危険性の測定を行い、職務に復帰できるか、解雇するかを判断する材料とする。結果 SCP-585JP は、研究員の手によって D クラス職員に触れさせられると、メモリの3の部分を赤く変色させた。分析定規の元々の長さが 30cm であることから、D クラス職員の危険度は 10% 程度だと考えられる。その後、適切な検査を行い当該職員には、過月監視が付けられたが、問題がないと判断されたため、職務に復帰した。対象 D2610。インタビュアー坂田研究員。D2610。あなたにこれからいくつか質問を行います。よろしいですか？ああ、構わねえね。ではまずはじめに、あなたは SCP-585JP の実験に参加したとき、SCP-585JP に対し、どのような感想を抱きましたか？どのようなか、まあ、便利な装備だとは思ったよ。他のと違って人が死ぬわがれもないしな。なるほど。他には？それ以外？特にないな。そんなことより、あんたからも他の D クラスに注意してくれよ。注意？何の注意でしょうか？何って、あいつらが笑うときに水道から水を出しっぱなしにするんだぜ。もったいないったらあらしねえ。他にも、自分で食べた食事も皿洗いも時だって皿を洗剤で洗ってる最中だろうが水を出しっぱなしにして、もっと水を大切にするよう言ってくれよ。わかりました。私からも注意を促しておきます。あとさ、風呂、どうにかならないの？一人入っただけで溢れるお風呂とか見てるだけで、こう、ムズムズするんだよね。他にも。以下 D2610 が他の D クラスの水の使い方に対する愚痴を続けるだけだったため省略。終了報告書以前の D2610 には今回のような水に対する執着が見られなかったため、SCP-585JP を使用したことにより、測定対象であった水に対する執着が発生したと思われる。以後、D2710 に対しても同様のインタビューを行う予定。事件記録 SCP-585JP、A。SCP-585JP を使用した財団関係者及び D クラス職員数名による人型オブジェクトの解放を促すクーデターがサイト、8141にて発生しました。大規模な収容違反が起こると予測されたため、当該人物は鎮圧部隊により速やかに拘束されました。拘束された財団関係者及び D クラス職員は D クラス記憶処理の後に、過月の監視、態度の構成が見られたものから職務に復帰しました。首謀者である、研究員には、インタビューと記憶処理が行われました。詳しくはインタビューログ SCP-585JP-B を参照してください。このクーデターに参加した人員すべてが SCP-585JP を過去に使用していたため、SCP-585JP には当該オブジェクトを使用して測定した事物に対する価値観がその他の何よりも優先されるようになる精神影響があると推測されます。以後、SCP-585JP の使用、及び実験にはレベル3以上の職員の承認、及び実験終了後の B クラス記憶処理が必要となります。なお、過去に SCP-585JP を使用した経験のある D クラス職員、財団関係者に対しては B クラス記憶処理が行われました。対象、研究員。インタビュアー坂田研究員。
不機、研究員はインタビューに対し、強い抵抗を見せたため、身動きの取れないよう拘束されています。罵倒、話せ。私をここから解放しろ。落ち着いてください、研究員。あなたは職員を扇動し、財団に反旗を翻しました。このインタビューの内容次第では解雇処分も考えられることを理解してください。沈黙。ではインタビューを開始します。研究員、なぜあなたはサイト、8141にて数名の財団関係者を連れて人型オブジェクトの解放を促すようなクーデターを行ったのですか？それは、彼らは、オブジェクトと呼ばれながら、普通の人間と、何ら変わりはないではないか。具体的な論述をお願いします。彼らがオブジェクトだというのであれば、個性を持っている人間や体の一部がおかしな人間、それらも全てオブジェクトとして通用、保護されるべきではないのか？激しく体を揺する。研究員、次に興奮状態が見られた場合、鎮静剤を投与しますがよろしいですね？沈黙。質問に戻ります。先ほどの言葉を鑑みるに、あなたは人型オブジェクトは、あくまで個性ある普通の人間であると考えているのですね？ああそうだ。彼らは政府といえど、ケテルといえども、私たちが通用するまでは、良くも悪くも、個性ある人間、そう扱われていたに違いない。そう扱われていながらも、きっと普通に生活できていたに違いないんだ。それなのに、私たちは彼らの平穏を奪った。保護という名目で、監禁まがいのことを今も続けている。そして、サイト、8141で現状を見たあなたはオブジェクトを解放するクーデターを企てた。沈黙、サイト。8141で、不自由に収容、保護されている彼らを見て、私は思った。彼らを解放するべきだと。元の世界に戻すべきだと。賛同してくれる職員は何人もいた。あなたと一緒に鎮圧部隊によって拘束された職員ですね。ああ。クーデターは失敗に終わってしまったが、私の考えは変わらない。世界が終わる範囲ではなく、いや、死人が出ない、自己完結の範囲で収まるオブジェクトであれば、我々は彼らを解放するべきではないのか？解放した結果、我々も理解していなかった特性をオブジェクトが発現し、何人もの犠牲者が出たとしてもですか？ああ。インタビューを終了します。研究員に記憶処理を。席を立つ。待て。なぜだ。なぜ理解してくれない。形がどうあれ、危険性がどうあれ、彼らは人間なのだぞ。終了報告書。このインタビューの15分後、研究員には B クラス記憶処理が行われ、1ヶ月にわたって拘束、監視が行われました。結果、研究員は事件 SCP-585JP-A 以前のような財団に対しての勤勉な態度を示したため、職務に復帰しました。